じゃあ、まもなく撮影始めます。お願いします。ちょっとここでテンション一発上げるために僕は一発、はい、あ、そういえばなんか面白いことするって言ってましたね。思い出しましたよ、ついに思い出しました。じゃあちょっと時間もないんで、はい、手っ取り早く、はい、スポーダクミのキューティーハイで歌います、はい。この頃流行りのフラッシュ男はい、ありがとうございます。ありがとうございます。反応する、反応これってさ、動かしてるんですけど、うん、そこはちょっと、いろいろ何パターンかフレーズとか考えながらこだわってやったポイントなんで、うん、個人的にはそこを押したいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、そのどんどん続けていかせてください。はい、はい、PV 撮影エピソード、はい、これ PV 撮影の時にどこで撮られた、まあ、ちょっとその撮った場所とかヘリポートの下なんですけど、寒かったとか。いや、でもなかったですね。でもなんかあるか、うん、結構5月5日これは真っ最中ですね。真っ最中、うん、5月5日のスタートですね。うん、はいはい、ではですね、何やりましょうね。次なんですけど、何これ、どういうラブポーチだっけ、セクシーポーチだっけ、チェリーボムバッグ。初めて見えない。チェリーボムバッグです。そうだった。俺のデザインしたチェリーボムバッグ。そうそう、俺のデザイン、そう、俺のデザインしたチェリーボムバッグだ。ちょっとやっちゃって、やっちゃって。パネック。気にならないです。はい。タネだ。はい。マツイ。読みます。ハハハハ。